皆様こんにちは。私、釣りの秋です。釣り術館館長の杉山と申します。本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。また全国からお集まりいただきました釣り沢候補 OB の皆様方には本日の段階にご協力いただきまして厚くお礼申し上げます。そして今回は釣り沢先生のご親族様にもご参加いただいておりまして、健康の悪い中遠慮をお越しいただきまして本当にありがとうございました。今回は釣り沢候補と釣り沢圭介先生の思い出と題しまして、釣り沢先生のもとで仕事をされた釣り沢候補 OB の皆様方のお話をお聞きする座談会ということでございます。これはただいまからの座談会で司会進行をお聞きいただきました山内武史様、私ども美術館の協議会の委員さんともいらっしゃいますけれども、山内さんがお気に入りとござられまして、かつて釣り沢先生のもとでお仕事をされていた釣り沢候補 OB の同窓会が行われることになりましてですね、すでにもう昨日の土曜日に全国から児童会にお集まりになられて、もう休校を定められているということでございますけれども、事前に私ども、山内さんの同窓会のお話をお聞きしまして、せっかくの機会でありますので、一般の皆様にも OB の方々のお話を聞く、いただく場を、作っていただければというふうにお願いをしましたところ、心よくお引き受けいただきまして、今回このような座談会を行います。